全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、内から押して9番ミレニアムマシリカ、18番ショッター譲りません。その後は8番レッフーザ、後ろに5番セレスティアル、これを見るように外側15番スカーレットキング。各馬第1コーナーをカーブしていきます。1馬身相手2番トーマンエマス、4馬身相手4番ジャズキャンディー、少し差が開いて11番オーシャンズアイ、12番アーチカット、この辺りが中段。1馬身相手14番メロンセレナード、10番ロックフォース、これから向こう上面に入ります。続きまして13番ロックフルーツ、内押さえて6番ゴールデンモニカ、これを見るように内側3番ダイチャンレディ。1000m の通過タイムは1分1秒0、外を抑えて16番テレビジョン、外から17番シャトルエロス、内側1番スクエアパンツ、7番追い込みが後方。冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭はショッター、差がなく8番レッグーザ、9番ミレニアムマシリカ好位をキープ、少し差が開いて15番スカーレットキング。各馬大欅の向こうを通過。1番人気5番セレスティアル、この位置少し差が開いて2番トーマンエマス、1番人気セレスティアル現在5番手、少し差が開いて11番オーシャンズアイ。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。ここから最後の力比べ、400を切って先頭レッフーザ、その後ショッターミレニアムマシリカ、勢いよく追い上げる。わずかに先頭はミレニアムマシリカ、あと200、ミレニアムマシリカ先頭をキープ、ミレニアムマシリカ後続を離していく、ミレニアムマシリカ足色は衰えない、スクエアパンツ伸びる、ミレニアムマシリカ押し切ってゴール。勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手。ミレニアムマシリカブリーダーズカップを制しました。2着レッグーザ、3着は混戦の模様です。